now you're trying to save him. So, if you don't mind, I'd like to lend you a hand. I'm a demon. But I am also a doctor. I want to help. And I want to destroy Kibutsuji as well. And now you're trying to save him. So, if you don't mind, I'd like to lend you a hand. I'm a demon. But I am also a doctor. I want to help. And I want to destroy Kibutsuji as well. どうでしたか？聞き取ることができたでしょうか？ちょっと聞こえた通りにこう文字にしてみると、And now you're trying to save him. And now you're trying to And now you're trying to save him. 聞こえます。あとは、So if you don't mind, So if you don't mind, I'd like to lend you a hand.I'd like to はそのまま聞こえますね。I'd like to So if you don't mind, lend your hand. Lend your hand. って聞こえました。これを英語に直してってみると And now そして今って感じですね。And now You っていうのはだいたいよとか短く言いますね。で Trying Try 試すの try だなっていう感じですね。で To Savingっていうのはセーブインっていう言葉もありない、セーブの後は何か物とか人の名前が多いからセーブヒムヒムんって聞こえるけどヒムですね。でトライントライングイングトラインって聞こえるので、聞こえないけど You trying ではなくて You are trying っていう風になるはずなので、ここは You are trying to if youIf you, you とか要はだいたい you。 そして don't mind You don't mind I'd like to はそのまま聞こえますね。 I'd like to lend your hand And now you're trying to save him So if you don't mind I'd like to lend you a hand そして今 You are trying あなたは試みているto save 助けることを、彼を、そして今あなたは彼を助けようとしている。 try っていうのはカタカナで日本でもよく使いますけども、試す、トライする、やってみるっていう感じですね。 let's try save life saver とか save 命を救うっていう動詞になります。I can save you. あなたを助けることできます。この You are trying to save him っていうのは、もともと I'm trying to 動詞っていうので覚えたことがあったので、なんとか聞き取ることができました。それでもやっぱりネイティブのスピードだとすごく速くて、こう、ところどころしか聞き取れないんですけども、そのところどころから想像して付け足して意味を理解していくっていう感じでいいのかなって思っています。ちょっと間違っても意味が分かればいいのかなっていう感じで、ここでは You are trying to save him なので You are ですけども、もし He だったら、彼だったら He is trying to save him、 She 彼女だったら She is trying to save him、 彼らだったら They are trying to save him、 炭治郎だったら炭治郎 is trying to save him。 たまよさんだったら Mr. たまよ is trying to save him。 よしお is trying to save him。 あとか is とか am とかちょっといろいろあるんですけども、何回も言ってればこう少しずつ覚えてくるんですね、きっと。 save この単語ですけども、大切なものが失われないように守るとか助けるっていうような意味なんですね。セーブ、命を救うっていう感じしますね。ライフセーバーのイメージで持つとこの救うがちょっと分かりますよね。でセーブっていうのはその命を救うから派生して、無駄にしない、無駄にせず、取っておく
っていう意味もあるんです。命を救うにも近いものがありますよね。命を無駄にしないで取っておくように助けるっていうような感じなんです。この無駄にしないで取っておくっていうのがすごく大事なポイントで、例えば help 助けるの help だと本当に助ける、なんか手伝うっていうような感じですね。 I can help you、 Can you help me、 助けてください、手伝ってください、手を貸して、手を貸す、 help、 助けてとか help とかって言いますね。助けてほしいときに save っては言わないですもんね。 save の後には人とか物の名前が必要なので、急いで助けてほしいときは help って言えばいいですよね。そして同じような意味で rescue ですね。命を救うっていう単語ですよね。でもこの rescue っていうのは危険から救助するっていうような意味があります。例えば明日のテストもうダメだ、助けてっていう時にはあまり rescue っては、まあ、ギャングで使うことあるかもしれないですけど使わない。本当に命の危険が差し迫ってる時に、そして個人的に例えばお母さんが息子を助けるとかっていう時にはあまりレスキューっては使わなくて、組織的、消防とか自衛隊とかそういう組織的な救出活動の時にレスキューを使うことが多いそうです。私もこの区別、ああそっかっていう感じで改めて学ぶことができました。でもこのセーブっていうのはその命を救う、助けるの他にこの無駄にせず取っておくっていう感覚がすごく大事みたいです。いろんな教材を見てきましたけども、映画とかでもこのセーブっていうのは命を助けるっていう使い方以外にたくさんの使い方をしているのを見てきました。ちょっとそれも取り上げてみたいと思います。例えばなんですけども、You are trying to save money. これは him じゃなくてお金って書いたとき、これはどう訳すと思いますか？お金を、マネーをセーブする、お金を助けるっては使えないですね。セーブするっていう感じで、ゲームのセーブっても言いますね。ゲームはここまでのプレイした分をセーブする、取っておく、お金をセーブする、取っておく、力をセーブしておいて後半戦に生かそうとか、疲れないようにセーブしておいてとか、そういうところからこの命を救うっていう意味の他に取っておくっていうふうに使えるんですね。なのでセーブマネーで節約する、お金を取っておくっていうふうな意味になって、そこから貯金する、貯金があるみたいな使い方もできます。この If you don't mind っていうのはまとめてくっつけて覚えるといいと思うんですが、 If you don't mind、 丁寧な言い方でもしよろしければとか差し支えなければっていう意味になります。 If you don't mind、 mind、 don't mind、 気にする、気にしない、もしあなたが気にしないならっていうことですよね。なので気にしないならよろしければ、差し支えなければっていう意味になります。なんかとっても素敵ですよね、この言い方が。たまよさんの雰囲気に合ってて、私とっても好きです。そして一緒に覚えてしまいたいんですけども、この If you don't mind の後に、me、私、save、私が you、言っているって感じですよね。 If you don't mind me saying、 If you don't mind me saying、 これは日本語でもありますけど、クッション言葉として素敵な言葉で、この言っていいかどうかわからないんですがみたいな感じなんです。言っていいかどうかちょっと悩むけども言いますねっていう感じで、こうクッション言葉ですね。なのでこの言葉の後は悪い言葉が来てもいいです。言いたくないけど言うしかないっていう時の言葉でも、その逆に褒め言葉として使うとすごく素敵みたいです。褒める時もわざとらしくならなくていいですよね。こう照れながら言えるっていうか、あ、言っていいかわからないけどあなたって本当に素敵ですね。 If you don't mind me saying you are so beautiful、 If you don't mind me saying you are so wonderful、If you don't mind me saying, you are so beautiful.
If you don't mind me saying, you are so wonderful. そして、I'd like to lend you a hand のところなんですが、I'd like to っていうのは、すごく使う言葉で、I want to 何々したいの丁寧バージョンです。もう悩むときはもう I'd like to で行けばいいかななんて私は思ってるんですけど、 I'd like to、 I'd っていうのは I would ですよね。すごく丁寧な言い方で何々したい、 I'd like to 動詞の原形、その動詞何かをしたいっていうのをこう伝えることができます。ここでは I'd like to lend 貸したい、 I'd like to lend 貸したい、何を貸したいかっていうと A hand 一つの手を貸したい、あなたに。 lend の後には目的語って言って誰にとか何にとかっていうのが必ず必要で、 I'd like to lend you、あなたに貸したいです。 Give you a hand 一つの hand 手を、あなたに一つの手を貸したい、手助けしたいっていう意味なんですね。 I'd like to lend you a hand、 I'd like to lend you、 あなたに貸したい、 a hand 一つの手を貸したい、 I'd like to lend you a hand。もしよかったら、差し支えなければあなたに手を貸したいです。 Lend your hand っていうのは私は使ったことがない言葉だったんですけども、 Lend っていうのが貸すっていうのをちょっと覚えてて、そしてあとは Give you a hand、 Give your hand で手を貸すっていう言葉があったことを思い出して、 Lend your hand を導き出すことができました。何かこう知ってる言葉からこう探っていくっていうのがコツなのかなって思いますよね。 Lend っていうのは無料で、お金なしで貸すっていう意味なんです。お金がかからない、 Lend your hand、 お金がかからない、ただで貸しますよ、私の手を一つ貸しますよ。で、Rent の方はお金がかかります、有料で貸します、有料で貸す、 Rent、 Lend と Rentですね。 Rent はお金がかかります。 Rent a car、 一台の車を貸す、有料で貸す。これが Rent の T と A とくっつきますね。 Rent a car、 Rent a car、 これがレンタカーの由来です。 Rent a car、 Rent a car、 Rent a car ってなったんですね。この I'd like to っていう、何々したいですっていう丁寧な言い方は本当に何回も出てくると思うので、ここでしっかり覚えてしまいたいなと思うんですが、例えば I'd like to visit、 visit は訪れるですね。 I'd like to visit Urokodaki、 I'd like to visit Urokodaki、 Urokodaki さんのところに行きたい、訪れたい、訪問したい。 I'd like to visit Urokodaki、 I'd like to learn 学びたい、 new 新しい方、 I'd like to learn new form、 1の方とか11の方を学びたいとか、 I'd like to learn new 方、まあ、フォームとかですね。 I'd like to learn new form、 I'd like to change、 I'd like to change my job、 変えたい、 I'd like to change、 変えたい、何を変えたいかっていうと、 I'd like to change my job、 仕事、My job、 鬼殺隊やめて隠しになりたいとか、あとは I'd like to see、 I'd like to see a doctor、 会いたい、見たい、 I'd like to see a doctor、 あ、ドクター、一人のドクターに、お医者さんですね。これはお医者さんに会いたい、これ見てもらいたいっていうふうな意味で使えるんです。お医者さんに見てもらいに行きたい、病院に行きたいっていう、こう医者にかかりたいっていう意味で、私ホスピタル、 go to hospital、 病院に行くっていう感じで、ホスピタルって使った時に、そんなに重症なの、もう命に関わるような大きな病気なのみたいに
勘違いされた時があって、英語を話す方にとってホスピタルに行くっていう表現はすごく重い病気とか重い怪我の時なんだそうです。なので普段はto see a doctor、 to see a doctor で言うといいみたいです。あまり誤解招かない。ちょっと病院に行って花粉症の薬もらってくるとか、ちょっと病院に行って傷の手当てしてもらうとか、簡単な治療の時には I'd like to see a doctor の方を使いましょう。私も気をつけます。ホスピタルは大きい病気、大きい怪我の時だけだそうです。長くなりましたので、この動画は前半後半に分けたいと思います。お疲れ様でした。ご視聴いただきありがとうございました。この動画には続きがありますので、もしよかったら次の動画もご覧ください。トゲゾーマルでした。